きます。よし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 、こけないよね。よし、もしかしたらカレー食ってんの？カレー食ってる。ひまわり畑でした。はい、またコーヒーもらっちゃいました。おお、これ富士山が見えるんだけど、どうですかね、動画に映ってますかね。映ってないって、うん、そういうのは大繁盛だなここ。はい、このまま帰ることになります。はい、次の寄り道はマスホです。はい、まあ、来た道帰ることになりました。まああっちね、富士五湖の方混むし、うん、ちょっと時間もかかりそうだしね。はい、まあ実は俺は早番なんで明日、この人はもっと隅に寄ってほしいな。今の危ねえな。はい、とりあえずついてきてるからこのまま行っちゃいます。はい、今ね1時50分ですね。13時50分。よし、だいぶ寒くなってきたな。やっぱ冬装備で正解だな。よいしょ。いや今日は楽しかったね、天気も良かったし、最初はどうなるかと思ったけど、はい、参加していただいた方ありがとうございます。皆さんのおかげです。はい、本当はね名簿を持ってこようと思ったんだけど持ってこなかったんだよな。名前とかね書いてもらおうかなと思ってたんですけど、はい、まあいっか、また何度でも作って一緒に走りに行きましょう。はい、なんかね皆さん知らない同士だけどね、仲良くなった感じもあったんで良かったです。うん、今日はこの子ね、明けのっていうところも良かったね、いいとこだ本当。このねコーヒーブレイクミーティングがなければ知らなかったところだからね。はい、確かねコメントでいただいて教えて、ね、もらったんだけど本当ありがとうございます。はい、もちろんね無事に帰ってなんぼなんでね。うん、でもオフ会的には成功した方じゃないでしょうかね。うん、すごいよな、俺オフ会やったことないのに、参加したこともないのにやってのけちゃうっていうのは僕の実力じゃないですからね。皆さんのおかげです、本当ありがとうございます。はい、結構ね地元の方が多かったかな、まあ、それも嬉しいですね。うん、でまあ、ダインさんって方ね、千葉から来られて本当ありがとうございます。もう夜になっちゃうけどね、多分ね帰りはご安全に帰ってください。やできなかった今。はい、韮崎市に帰ってきました。なんかねやっぱいいな、マス2。うん、
でも正直言うとやっぱソロの方が気使わないからいいかなっていうところもあるけどね。たまにはこうやってねみんなで走るっていうのも悪くないっす。そうか、ビーコム使わなかったな結局。あのね、ちゃんと説明書持ってる来てるからやってもよかったんですけど、ちょっとあえてやんなかったっすね今回は。はい、まあ知らない人ですからね皆さん。まあ、次はね繋いでやりたいと思います。ちゃんと調べてね。はい、ちょっと止まるか。ここは信号が変わっちゃいますね。ほほほ、よし、宮久保後ろが来てんのかな。ここは鴨式じゃないな。もうすぐで14時ですけど、もう日のね日が短いんでもう夕方っぽいですよねすでに。まあそれほどかかんないと思うけどね、こっから2時間、1時間2時間。よし、で昇仙峡なんだからいいんだよ。左に出すよ。よし、中央道乗ります。はい、乗りました。お、富士山が綺麗だぜ。はい、もう双葉ジャンクションですね。はい、多分ダインさんはここでお別れです。ダインさん抜いてこないか、千葉から来られた方なんですけど、またね千葉の方行きたいんでね、その時よろしくお願いしますね。なんだっけ、海ホタルだっけ、なんだっけ、あの道そこ通っていきます。ああ、一番のどこなんだろうな、それ聞かなかったな。結構千葉ね一回行ったことあるけど楽しかったんですよ。なんだっけ、勝浦っつったっけかな。なんだっけ確かそんな感じのとこ行ったことあります。はい、これを静岡方面で行きます。双葉ジャンクション、みんな無事だろうか。大丈夫だね。はい、中央道とお別れです。ダインさんありがとうございました。はい、よし、中部横断道に乗ります。
前は初心者マーク大丈夫かな、はい、てな感じで、ぼちぼち帰りたいと思います。次はマスオホかな、うん、はいはい、マスホですね。はい、あと1キロです。ちょっともったいなかったんで雑談動画を撮りました。多分ね、その雑談動画が速報版になると思います、はい、ひょっとしたら今日中というかね、この11月8日に流すかもしれないです。はい、こんな感じでマスホですね。ここで休憩して、まあ、帰っていくんですけど、14時16分ですね現在、うん、まあ、ちょうどいいかな。で、僕的にはね、こんな遅くまで走こうやって走るのは珍しいと思いますけどね、うん、だいたい昼飯前に帰るから、うん、はいはい、ここね入りますよ。あ、結構バイクいる？ちょっとすごくね、大丈夫か？止められないんじゃないかな。はい、すごいよ、バイクの数。止めちゃうか。よし。すげえ数。よし、はい、到着しました。マスホです。すげえ、みんなあれかな、山梨の帰りかな。よいしょ。はいはい、到着しました。すげえ、すげえ数。よし。あ、俺、帰りますんで。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。またお会いしましょう。またよろしくお願いします。じゃあ、気をつけて。帰ってください。ありがとうございました。これで横浜です。横浜から来られてます。はい。よし。はい、すみません。動画が撮れてなかったですね。はい。撮れてますね。はい。はい、マスホ出ました。はい。ガソリンがない方がいるんで、ちょっと。下を走ることになります。足がつってますね。はい、足がつってます。股関節がつってます。中富っていうところで降りたいと思いますね。ですぐ52号に乗るんで、はい、はい、中富降りました。にぶつかると思うね、うん、ガソリンスタンドあるでしょう。あ、ここ初めてだな、降りるの。へえ、こうなってんだ。結構あそこね、よし、ガソリンスタンドありましたね。混んでそうだな。
かね、待てるんじゃないこれ。あ、混んでるね、混んでる。よし、よいしょ、私釣っちゃうかね。よし、行っちゃうか。よし、行っちゃうぜ。よし、はい、合流できました。よかったです。はい、この先にね、道の駅富沢っていうのがあるんですけど、そこで解散となりました。はい、なりましたじゃなくてなります。もう久しぶりだな、52号は、うん、なかなかいいとこじゃないですか。時間はもう15時ですね。この時間にバイク乗るの初めてじゃないかな、これ。だいたいいつも動画をこの時間にはもう開けちゃってる時間だけど、今日はさすがに無理です。はい、これは藤川か。で、こっから早川になるの？どういうこと？またね、行きとは違った道でいいっすね、なかなか。52号もそんなにびっくりするほど混んでないで、まあ車はいるけどそれほどじゃない。はい、うーん、道の駅富沢、まあ、地元の人からはね、タケノコなんてねよく言われてますけど、あの辺確かね警察の取り締まりもやってんだよね、うん、やってるところを見たことあります。おお、この辺景色がいいな、いや素晴らしい。ちょっと曇り空だからあれだけど、映えないけどね。どうやらなんか遅い車がいるね。それに詰まってる感じ。渋滞っていう感じではない、これは。うちの方がバイクが多いな。ただいまの気温16度、まあまあだね、寒からず暖からず。なんつったらいいの。お、GTR すごいね。スーパー GT に出てきそうな GTR だった。ひょっとしたら有名人かもしれないな。まあいいか。夕方って感じだね。なんかすごい新鮮だな、僕的には。こんな時間に走ったことないもんな。あ、面白い。どうかな今日な。今日ちょこっと動画編集して早めに流したいんだよな。できるかな。明日早番なんだよな。それが痛い、非常に痛い。Oh, no.
今シフトチェンジミスった焦った今気を抜いてましたね今。でもちょっとねチェンジが下手になってるな今。だいぶ疲れが出てきてるのかな。なんかごめんなさい、もうやえする元気がなかったそんなテンションじゃない今。なんか最近さ、この電光表示板の表示がおかしくない？結構あれだね、富沢まであるね。こんなにあったっけ。はいはい、もうすぐ で道の駅南部結構あるな。ここまでなんか52個だとね長く感じるんですよね。はい、ここまで来れましたね。はい、だいぶ暗くなってきたな。早いぞ、まだ15時33分だから。お、ここが道の駅南部ですね。結構バイク乗してるから。でもここは寄りません、タケノコに寄りますんで。いやまだ全然できてないじゃん道がマジかよ。はいはい、来ました来ました、富沢ですね。はい、道の駅富沢 1.5 キロ。中央横断とかできねえか。ただねガソリンスタンドがね多分あんまりない。道の駅南部にあったっけ。そうね、マスホに欲しいよね。まあそこであれば困ることはないんだけど。みんなついてきてるね。多分何台かはちょっとはぐれたかもな。はい、道の駅富沢。お、タケノコが見えてきました。はい、着きました。とりあえずここで解散となりますんで。これどこで、どこから入っていいの？これ入っちゃっていいのかな。車はなんだ。OK。どうしようか、あっち行こうか。よし。なんかゴミがある。はい。はい、行きましょう。
もう4時だね、4時1分。はい、解散しました。解散してます大丈夫かな。俺もこけるとシャレになんないからね。行こう。よし、よし、行くぜ。はい、皆さんどうもありがとうございました。あえてね、そういう皆さんが映る場面は撮らなかったです。はい、よし。もう看護式だな、大丈夫かな。はい、いや楽しかったですね。まあ、とりあえずね、富士から参加っていうかね、富士市の人が結構多いんで、多分帰りは一緒になるかな、だいぶ。まあ、とりあえずね、参加した人には、うちまでついてこないでって言ってたけどね。まあ、ついてきても、うち狭いからな、広かったら別にね、来ても構わないんですけど、狭いですからね。はい。まあ、とりあえず安全に帰りましょう。うちに帰るまでが、ですからね、オフ会ですからね。よし、ここでこけ出して大丈夫だ。 OK。 いや、こういう夕暮れに走るのは新鮮だな。えい、いや、いいっすね、反射線なんてあんだね。まあ、一応解散してるんでねもう気を使わずに帰りたいと思います。はい、今日はね、明けのひまわり畑にてね、コーヒーブレイクミーティングは行われましたけど、いや大変良かったですね。ちょうどいいタイミングでね、あってね。いや、多分ね、参加されなかった方は、参加されなかったっていうか、参加できなかった方はね、かなり悔しい思いだと思います。そのぐらい良かったというかね。もちろんね、参加できなかった方々のためにまたね、考えてますからね。はい、なかなかね、主催でやるとね、気使うのかね、ちょっとどうしようかなとか思うけど、なかなかこうやって一緒に走るっていうのはね、今度誰かのに参加しようかなはい、そんな感じでした。はい、まあ、うちに家までつけるんでしょうか。でもね、疲れてないな。そういうバイクに乗ることに関しての疲れはないけど、気疲れみたいのは多少なりにあります。はい、でもね、参加してくれた方が皆さんいい方だったので本当に助かりました。もうどうしようかと思ったもんな、最初でもよかった、本当やってよかったと思いますんで。はい、てな感じでした。本当にね、今日参加された方には感謝を申し上げますんで、どうもありがとうございました。はい、とりあえずね、ここで締めたいと思いますんで、ここまでね、ご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。よしよしよし。あ、そういえばウシウシしなかったな、みんなにやろうと思ってることを忘れてるまあ、また来週もありますからね。はい、よし、あ、さよなら、あざす。
な、だいぶ減ったわな、車バイク。あ、そこの車の後ろにいるか。あ、また、うん、ここで一人お別れです、うん、ハーレー、いいね。また一人減りました。これ離れ離れになっちゃう。ああ、バイバイ離れ離れになりました。俺一台です。はい、まあさすがに帰りましょうはい、今日は楽しかったです。楽しかったですダメだ、疲れてるんだ俺。はい、楽しかった、ありがとう。